こんばんは、田川総一郎です。今夜も本当の話をしましょう。田原総一郎、オフレコ。今一体何が起きているのか、その裏側と真相に迫ります。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ、アシスタントの文化放送アナウンサー吉田瑠衣子です。田原さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。あのね、僕今政府事故調の中間報告が出た時に、うん、そのブログの記事に書いたのを思い出して今ちょっとね、はい、読み直してみたんですけど、その時にね、要するに、半年後ぐらいですね、うん、事故ので、半年で700ページぐらいのすごいものが出てきて、お、中身読んでみるとすごいしっかり書いてあるわけですよ。で、これはもう役所のもの残業に次ぐ残業でね、すごい作業を死ぬほど働いてた、ね、もうおそらくずっと徹夜でやってたと思うんです、役所の人たちね。まあ、日本のね、その役所のね、頑張りっていうのはすごいもんだというふうに感動したということが一つと、それからその時にね、畑村さんがね、記者会見をされたんですね。その時に面白が、僕がそこに書いたのは、人間は行動する前にその範囲は決めなければならないと。そうすると、その行動するときにその除外する、外側をね、除外しちゃうと。で、そこが問題なんだとね、外側を考えなくなってしまう。そうです。想定という言葉でみんなが言ったことがそうなんですよね。ね、はい。そこがこの問題の本質なわけですね。つまり、最初からみんな分かってることを怠けてるんだったらね、その原子力群馬が悪いことやって金使ってなんとかって話になるわけだけど、そもそも誰も想定してなくて、あの経済学でフレーミングっていうんですよね、もう枠の外になってる話は、そのなんか賄賂使ったり、なんかね、その買収したりなんかする必要もないというか、その、そういうことも考えてなかったわけでしょ。それはもう官民も、あるいは反対派も含めて、誰もそう、フレームの外にこう置いて、いた問題がね、まあ、今度の、まあ、あの千年に一度のね、その大津波っていうことだったわけでしょ、はい、で、要するにフレームの外側に置いちゃった問題というのはもうそれで終わりなんですね、うん、つまりそのフレームの中にあってそれをどう処理するかっていわゆるリスク管理っていうね、あの話なんだけど、そもそも誰も想定してない問題というのは誰も当然誰も考えてないわけですね。で、こういうことってそんなに実はあの珍しくなくて、例えば2008年の金融危機ね、リーマンショックって言われる、リーマンブラザーズがね、リーマンブラザーズが倒産してその後めちゃくちゃになったでしょ。あれだってあの直前もっていうか直後にもね、誰もあんなことになると思ってなかったわけですよね。要するにみんなのこう想定してる、まあ金融ってこういうね、いろいろ不良債権の処理とかあるよねと思ってる想定のフレームのこう外側で起こっちゃったんですね。だこういう問題ってね、今ね、畑村さんおっしゃったように、その人災だったかあいつが悪いとかねいう問題じゃないんですよ。なるほど、そうね、ちょっと話は飛びますけど、それにしてもね、東京電力がああいう問題が起きた、つまりシビアアクシデントですね、に対するね、体制が全くできてなかったという言い方もありますね。これはどう捉えてですか。いや、もうその通りだと思います。なんでですか。なんだって今の話ですよ。誰もそういうことを考えなきゃいけないということを考えた人がいないということを考えてなかった。そうです。あり得ることだから大事なのはね、この僕らの報告書の一番最後のところに委員長所管っていうんで、一番大事なことを書いておきましたから、はい、それが7つ8つあるんです、はい、でそれの一番最初に書いていたことは、はい、あり得ることは起こるっていうのが一つです、うん、それから人は見たくないものは見えないというのを書いておきました、うん、要するにその2つなんですよ。だから東京電力は、うん、その 9.2 マグネチュードの、ね、地震が起きて、1000年に一度大津波が来るってことは考えたくなかった、当然そうですよ、うん、ですから考えたくないことはどこにも言葉にもなってこないし、うん、自分たちはどれだけのことを考えたという記録にも出てこないし、うん、仮にそれに近いような話が出てきたとすれば、うん、今度はそれをあれですよ、わざと潰したとか無視したとか、うん、そういうことで言うよりは何か変なことを言っているというふうにしか見えないから、そうすると言葉としては科学性がないという言葉で片付けないですよね、はいはい、みんなね、結構もっとも風で言葉で定義をしてね、そいつを当てはめるのはみんな都合がいいように使うんだけど、本当はあり得ることを考えるのが僕は科学だと思うのに、あり得ないことだとして、そういうことを考えること自身は非科学的だというふうにやって、それでみんなで考えなくなって、合理、
合理化してやっていたという考えですよ。それはそうすると東京電力だけじゃなくて、政府もそうですね。そうなの、全部そうですよ、うん、みんな。でもね、もっと僕は同じことが言えるのは、政府もそうだ、東京電力もそうだ、自治体もそうだ、うん、地域の住民もそうだ。しかし東京に住んで電気使ってる人たちって誰か一人でも考えたかという。なるほど。そこまで考えたときにね、あれだけのその便益を得ながら、それに関わってくる大事なことをまるっきり考えようとしていない僕たちってのがいるんだっていう気がするんですよ。なるほど。だからそれを人災って言うんだったら、担当していた人に人災だと言って終わりにするのは僕はおかしいと思うんです。それに気がつかないよ。気がつかないのは自分が悪くないって言い悪いを言う前に、本来はそれだけの利便を得ているんだったら、どこかでそれだけの危なさがあるとか、犠牲が払われているとかいうようなことを真面目に考えて、それで考えたくなくても、やっぱり考えなきゃいけないと思うようなものの見方っていうのを、僕ら日本中がやっていたかっていうと、全くやれていなかったと思います。そこでね、おきしゃい。そのね、つまり考えたくないことは考えないと、想定しないと、起きたと。で、あの事故が起きて、鳩村委員会の調査報告書が出て、日本の体制は変わりましたか？全く変わったように思えないですね。そこどうですか？悪くなったんじゃないですか、ね、もうちょっと具体的に。ちょっとその前にね、今の鳩村さんのお話はね、僕は大変面白いと思うんですよ。うん、要するに、さっき申し上げたように、経済学ではね、ある程度その話は、理論になってて、何が？要するに、そのフレームっていうものを設定するときに勝負がついちゃって、その後はね、いかにそのフレームの中で一生懸命やっても、その外の問題はどうにもならないね。ね、うん。これはまあ、もうちょっときちっと議論されてる話なんですね。はいはい、で、その話の中でどういうことがね、論じられてるかというと、実はそういう話っていうのは、まあ、なんていうか、いろいろあるんですね。さっきの金融危機もそうだし、もっと分かりやすい例で言えば戦争というのは、まあ、これ経済学でテールリスクっていうんですね。ちょっと難しいんですけど、テールっていうのは尻尾っていうテールですね、うん、ちょっとこれはちょっと2時間あるから詳しく話させていただくと、はいはい、普通のリスクっていうのはね、その、正規分布っていうね、こう、まあ、平均があって、そこの非常に当たり前のことがたくさん起こって、珍しいことはほとんど起こらないっていうね、こう、いわゆるベルカーブっていう分布になってるんですけど、このテールリスクって何が起こるかって、平均とか分散っていうのは意味なくて、その、起こる出来事ね、例えば、2008年の金融危機のような出来事は、ものすごい稀にしか、普通に計算すると100億年に一度ぐらいしか起こらないはずなんですね。ところがそれが10年に一度ぐらい起こっちゃうわけです。で、起こると世界経済破滅するっていうね、ものすごいことが起こるわけでしょ。それ普通のこうベルカーブになってないわけですね、うん、で、そういうものはどういうふうにこう考えるべきかっていうのはこれ大問題になって、まあいろいろ議論はあるんだけど、今のところ一つ分かっていることは、そういうそのテールリスクというのは、普通のね、そういう正規分布を描いているような リスクとは全然違うもので、例えばその戦争とかね、金融危機とか、原発事故とか、そういうものは、そのまあ、なんていうかな、ある種の、もうなんていうか、賭けみたいなもんね、うん。つまりもう、まあ大地震もそうですね、うん、その、まあ、東京の直下型地震にね、まあ2万3000死ぬとかってね、出たでしょ、去年の暮れに、はい、みんななんかそんなの起こるはずじゃないじゃんとか思ってるけど、それがまさに原発事故の前の状況と同じですよね。まあ、みんなもそんなね、もう今まで何もないんだから、明日もないよなと思ってるわけ。ところがおそらく、アムコース10年ぐらい考えると、起こる確率、30年で 70% でしょ。そうね。でしょ？はい。で、起こってから、ね、あの時にさ、行政はちゃんとやってないとかさ、ね、なんかみんな言うのは簡単なんですよ。起こる前にそれに備えるってものすごい大変なんですね。その時にみんなの皆さんの日常生活のフレームに、今このね、文化放送のこの建物が直下型地震で壊れるっていうことは全く想定してないでしょ。だからそれはね、もうテールリスクってそういうもんなんですよ。起こるまでは誰も起こると思ってない。こういう問題をね、どう処理するかものすごい難しいね。今まさに原さんがおっしゃったように、最初から問題じゃないと思ってるから、ね、その問題じゃない、みんなが問題じゃないと思ってることを問題だというのは、そのアホじゃないかとね、なんか科学的じゃないと、変わり者だと思われちゃう。ちょっとね、いや、お二人の話大事だけど、僕頭悪いんでね、分かんないところなんでちょっと聞きたい。その例えばね、この事故が起きる前は、つまりああいうことが起きないように監視する組織があった、保安員ですね、安全保安員、はい、で原発を推進する組織、これは経産省、
と不安因が経産省の中にあって、つまりブレーキとアクセルが同居していると、これ事故が起きてからそういう批判が出てくるんですが、この辺はどうなんですか。もともとおかしいと思ってる人もいただろうと思うし、うん、でも日本の中でそういうものが体制になることはなかったんじゃないかと思います。それよりね、うん、それで、いや、そこで、うん、その、まあね、僕はいきなり批判言っていいと思うんだけど、つまりそれまでは保安員と、それから経産省の中に不安意があった。で、今度はきちんとその監視しなきゃいけないから、原子力規制委員会というのができたと。これやっぱり変わったと見ていいんですか。あんまり変わってるように思えない。そうですか。いや、それでそのさっきの意見言っちゃってください。いいでは、ね。原子力規制委員会。あ、その話、うん、今していいんですか。ま、あのまだちょっとそこまで行く前に、あのちょっとまず今の畑村さんのお話にコメントするとね、要するに、あの今太郎さんおっしゃったように、その規制する側とその進行する側がね、うん、同じね、班長が監督してるって、うん、まあそれはさっきの原子力村批判みたいな話でよく出てきたんだけど。うん、まあこれもね、経済学で考えるともう、間違ってるわけですよ、考え方として。なぜかというと、うん、ああいう原発事故が一遍起こっちゃうと、うん、もう皆さんご存知のように東京電力が潰れちゃうわけですよね、うん、だから東電としてはああいう事故が起こるということが本当に分かってたら、うん、それをね、隠蔽するインセンティブないわけですよ、ね、俺は彼らって会社潰れるの絶対嫌だから、なんとかしてそれを防ごうと思うでしょ。役所だってそれはね、怒ったら自分たちものすごい責任問われちゃうんだから、利害一致してるんですよ。つまりね、利害が、利益が、あの、利害相反がある場合にはね、それは、その役所と、なんか第三者委員会とか別にして、ね、お互いに影響を及ぼさないとか、そういう話はあるけど、原発事故っていうのは、怒ったらみんな、つまり怒って得する人は一人もいないわけですから、起こさないということの利害は一致してるわけ。ね。そういう時にはそんな、なんていうかな、そのバラバラにわざわざこういう分けたり全然する必要なくて、一番大事なことは、ね、まさにさっき畑村さんおっしゃったように、これで全ての場合を尽くしてるのかという検証を予断を持たずにやることだったんですよ。それだけどね、畑村さんね、人間というのはいくらね、きちんと注意しても限界があって、やっぱりそのいくら注意してやっても想定外ってのは起きるんじゃないですか。いや、起きるんですよ。だからね、ここで今まだみんなが言っていない大事なことなんですよ。どんなに努力して、どんなに過去を調べて、どんなに議論してね、何をやっても、それでも考えが及ばない領域というのが、外にずっと残っているんだよということを認めることなんですよ。うん、だから真面目に一生懸命努力をして、何をやって原発の事故が起こさないように、起こさないように、仮にこういうことが起こったらこういう対応をしよう、こういう対応をしようってやっている、その何重にも層を厚くしてね、一番最後はありえないことまで起こると考えて対応をしましょうっていうのに考え方になってるけど、それでもね、もう一つ抜けてるんですよ。どんなに考えても調べても何やっても考えつかないことっていうのが残っているよと。そしてその残っていることに対して、残っているのに対応しなきゃいけないんだっていうのをやったときに、起こさないようにしようとか、そういう考えでしか今まとまってないんですよ。原子力の話全部そうです。だけど、それでもね、何かの事故が起こるんだとしたら、全然考え方を変えるべきなんですよ。全然変えちゃう。それはどんなに努力しても、自分たちがそういうものを気がつくことがない、それからだからそれに準備することもできないっていうことを考える。それでまだ事故があり得るんですよ。そしたらその時やるのは、今言っているようなあれを準備しよう、これをこうやろうというような、そういう準備とか対応ではないんですよ。あり得ないこと、今考えていないことが起こった時に、自分たちはそれをどういうふうにそれに対応しようかと考えるような文化を作る以外ないんですよ。そこね、そうおっしゃるとね、例えば、まあ、あの飛行機でも自動車でも、あるいは新幹線でも事故起きますよね、うん、ただ飛行機の事故起きても乗ってる人が死ぬだけですね。で、自動車の事故起きても、それにたまたまそこにぶつかった人が死んだり怪我したり、うんうん、原発は事故が起きると、まあ今ね、福島で14万人まだ帰ってこない、うんうん、とてつもない、うん、関係ない人まで、もう、となると、うん、やっぱり原発なんてやめた方がいいってことなんですか。いや、僕はだから、そこを聞きたい。
そこを起点なら簡単です。小泉純一郎なんて人はだからやめろって言ってんだよ、うん、だからやめたいと思ってやめるのでいいと思う人たちはやめればいいんですよ。だけどそいつそれでもね、うん、今言ってるような危なさとそいつはあるけれど、うん、やっぱりそれを使いたいと思う人は使えばいいと思うんですよ。だからそこをちょっと今難しいんで僕は分かんないけど、はい、あのいいですか、さっきのちょっと畑村さんのね、うん、お話僕は非常に重要だと思うので、うん、ちょっとあのもうちょっと少し補足するとね、つまりそのさっきのフレーミングの問題っていうのは非常にこう、うん、なんていうもう無限対抗になってしまうわけですね、うん、このフレームが、ね、外側にこれがあるんじゃないかって誰かが言って、うん、ね、その人も実は想定してないことがあるわけですよ、必ず、ね、論理的にはこれで全部だってことは絶対ないわけね、はい、だからこれ冗談みたいだけどね、実はテロリスクって必ずそういう風に起こるわけ、みんなが起こると思ってないから起こるんですよテロリスクってね、うんうん、だからこの問題というのは実は後からね、言っちゃ悪いけど、うん、その同じことは起こらないとむしろ考えた方がいい。例えばね、うん、その金融アメリカの金融危機の後ね、一生懸命銀行規制って未だに結論が出ないんだけど、うん、ね、一生懸命そのほらもうああいう銀行がああいうことしないようにこう規制しようと、はっきり言ってね、あんまり意味ないわけですよ。だってもう銀行自身が分かってるの、やったら自分たち潰れるんだから同じことしないわけ、ね、ところが同じことしないと思っててもなんか別の形で出てくる、こういうふうに思ってるとこ横から来るとかね、いやいや分かんないよね、はい、つまり原発のね、事故の被害が大きすぎる、はい、ね、つまりその飛行機や車やなんかに比べて、はい、だこんな、例えば古賀茂明なんて、はいはい、元経産官僚がね、通産官僚が書いてるのは、はい、だからやるべきじゃないって言ってるんだ、はいはい、この辺はどうですか。だからね、それはもう今申し上げたように、同じ事故を想定して、あんな大変なことが起こるからね、やめるって全くナンセンスな話で、同じ事故は起こらないんですよ、だってもうね、津波の対策があって、あの浜岡なんてもうね、三重にシールドした上に、なんか20メートルの、ね、防水壁とかやって、アホなことやって、そういう、大体これは常にそうなんだけど、いっぺんね、事故を起きると、同じタイプの事故には過剰に防護するんですよ、ね、そこね、でもそれ意味ないんですよ、そこは問題で。同じ調査委員会で、畑村さんは政府、ね、調査委員会、黒川さんが国会の事故調査委員会だった。黒川さんは、だから原発はもうやるべきじゃないと言ってるんですよね。畑村さんはそうでもないんですね。僕はそんなこと全然思わない。そこのところを聞きたいです。何をどこまで考えて、はい、自分たちはどこまでの荷物を危なさなりなんなりを背負うつもりになってるかっていうので、うん、決めていけばいいことで、だから原発をやめるんでもいいし、やらないんでもいいし、やらないんでやるんだったらこれだけのことが起こるし、そいつに起こることっていうのは、ただ覚悟をしなさいじゃなくて、本当にそれから起こった時に、きちんとそれに起こるいろんな問題っていうのを全部自分たちの責任で対処しますという、そういうことを宣言して、そいつの準備も何も全部やりきんなきゃいけないと思うんですよね。そいつを使わないとすればですよ。でも使うとすれば今度はまたこれだけの今までやったのとは違う危なさがまだあるぞというのをやって、それにもまだ対応するつもりでいますと。それでもね、その対応するつもりであっても、まだそれでも抜けているものがあることを認めますという。もう論理としてね、ちゃんとした論理を作んなきゃいけない。危ないならやめちゃおうっていう格好でだけ言っていて、あなた方が言ってるのはそういう論理の組み合わせのそれでいいんですかっていうのの答えに僕はなってないと思うんですよ。すごいね。大事なことをおっしゃってるんだけど、わかる。なんとなくわかるような気もするけれど、っていうことは、私たちはその、もう二度とこういう目に遭いたくないわけです、まず。今、抽選だから、言いにくいんだけど、だから原発やめろっていう人がいるわけだ、はい、小泉純一郎みたいな、ね、そうじゃなくて、やっぱり注意しながらやったほうがいいと。いいっていう考えがありますもんね。うん、そこどう考えですか。あのね、その、まあ、原発の是非論に、前半1時間である程度こう完結した議論にしようとするとですね、その原発を やるかどうかという問題は、さっきのね、お話のように、そのテールリスクをどう考えるかっていう問題に絡むんですね、うん、つまりごく普通の確率的なリスクだったら別にはっきり言って原発は安全なわけですよね、うん、例えば OECD が調べると過去50年間 OECD 諸国でその過酷事故っていうね死亡事故は一件も起きてない福島含めてね、うん、死者は50年間でゼロね、それに対して例えば石炭火力で、まあ、例えば採掘事故とかね、大気汚染とか、おそらく、まあ、年間、どう少なく見積もっても世界中で1万人は死んでるわけですね。中国なんかすごい大気汚染でしょ。つまり、
石炭火力は毎年1万人以上確実に殺してるわけですよね。原子力は50年間一人も殺してない。ただチェルノブイリはあれも死んでますよ。あれはだから OECD 諸国じゃないでしょ。あれ入れても60人、うんね、50年間で60人、1年に1人ですよ、ね、この化石炭火力が1年に、まあ、1万人は少ない方で、多分おそらく10万人の桁で死んでるはずですよね、うん、どっちが安全かって言ったら、普通に考えたら原子力の方が安全なんです、うん、しかし問題はさっきのね、まさに畑本さんおっしゃったように、今までは起きてないけどね、この50年間は起きてないけど、明日起こるかもしれないというね、予想外のことがある、つまりテールリスクがある、それは分からない、さっき申し上げたようにね。だから、そのテールリスクにどう対応するかということもある程度、まあ、分かっていて、どうすればいい、一つの方法はね、最悪の場合の被害を最小化するって考えるんですよ。ね、そうすると、例えば、まあ、福島みたいな事故が起きると、もうね、何兆円でものすごいことが起きるでしょ。だから、ああいうものすごい、そのいわゆる炉心溶融に近い事故が起こるようなプラントはやめましょうと。うん、ね。もうこれから少なくとも建設するのはやめましょうというのは一つの立場ですよね。うん、今のような形の軽水炉は、もう建設のやめようと。はい。で、僕は個人的にはそれに賛成です。うん、つまり、軽水炉っていうのはね、実は、ちょっと、まあ、ちょっと難しい話になりますけど、普通、原子炉一般の問題と軽水炉の問題は実は違うんですね。原子炉っていろんなタイプがあって、その燃料棒が、その、溶融して、その水が抜けちゃうとね、こう、空だきになってしまうっていうのは、軽水炉に特有のやり方、システムなんですね。あれはまずいまずいって、昔からみんなまずいと思ってるんだけど、それね、こう防ぐ方法っていうのが、その水がなるべく抜けないようにするとか、電源バックアップするとかね、こう、要するに、水が抜けないようにするっていうことしか基本的に、なんていうか、対策がないんです。つまり、ちょっと難しく言うと、その冷却剤と減速剤、水が兼ねてるっていうね、ちょっと特殊な構造になってるから、コストは安いんだけど、水が抜けるともう、いっぺんに、こう、なんていうか、反応が進んじゃうわけね。だからそれを防ぐ方法って、基本的に水を、が抜けないようにするしかないね。まあ、そう釜がね、炉がこう破れるとね、空だけになるっていうリスクが必ずあるんですね。残念ながら、ね、これはもう原理的に防げない、水が抜けるということはいろんな原因であり得るわけ。例えば、今回のように津波なんていうのはまだ想定しやすい方で、例えばね、まあ、テロリストがね、東電の社員を装ってね、こう制御室に入ってきてね、わざわざ、ね、事故を起こすとかいうことだってあり得るわけ。でも官僚がね、匿名で書いたホワイトアウトっていう小説がつまんないんだけど、最後テロリストがね、あれなんかだから、あんなね、まあ、なんていうか頭の悪い官僚が想定するぐらいのことは、ね、東京電力は当然想定してるわけですよ。なるほど、ね、問題はだから、もっと頭のいい人でも想定できないリスクっていうのは原理的に存在するわけですね。で、だから問題はね、起こった時に何が起こるかってね、最大限のね、最悪の被害を考えると、やっぱ軽水炉って100万キロワットの軽水炉っていうのは、やっぱり大変なことになっちゃうわけで、まあそれはやめた方がいいねと。ちょっと厳密に言うとですね、要するに、軽水炉の圧力容器で完全に水が抜けた場合にね、その燃料が下に溶けて、こう、炉の下にね、起こっても、その、出力が小さければね、その、炉に封じ込めることができるんですね。例えば、まあ、5万キロワットとかね。それぐらいの軽水炉だったら、もう最悪の場合ね、全部燃料棒が下に落っこっても、要するに、なんていうか、その炉の、なんていうかな、厚みで、その、下に抜けちゃうことが防げるわけです。だからね、5万キロかな ?10 万キロぐらいですかね。要するに、その小さい軽水炉だったら、今よりもかなり格段に安全なんですよ。うん、ところが10万キロワットの軽水炉ってね、経済性が悪すぎるわけね。だってね、同じような発電所で100万キロワット1個で済むのか、ね、10万キロワット10個になったらものすごいこう、なんていうかな、こう余分なね、共通部分の設備がかかっちゃうから、何が起こるかというと、火力発電より高くなっちゃう。ね。だからこの問題は実はね、安全性の問題のように見えて、最後はね、経済性の問題です。その軽水炉というのは、火力発電よりも、安いコストで炉心溶融の起こらないタイプの炉を作ることは工学的にかなり難しい。まあできなくはないんだけど、やっぱりその失敗した場合のリスクや何や考えると、つまりいわゆる大型の軽水炉ね、100万キロワット級はやめた方がいい。え、つまり今ね、福島みたいな100万キロワットとか、あれものすごく大きくて、その水が抜けると炉が壊れてしまうような。あのくらいないと経済性がね、ダメなんですよ。だから10万キロワットぐらいの軽水炉だったらね、
あのやれるっていう、これはモジュラルやったら、ね、やるために高くなる。そう、高くなっちゃう、うん、で今世界で次の次世代炉でね、いろんな話があるんだけど、その中に一つあるのは簡単な話で、軽水炉に似たようなタイプで10万キロワットぐらい小さくして全部ねぶっ壊れても何も起こらないっていうふうにするっていうのがね、一つの考え方、うん、でもそれはものすごい数作らないと今のゲームね、パチで、うん、僕はやっぱり経済的に引き合わないんじゃないですか、うん、という可能性もありますね、わからないですね、うん、それで一旦 CM 挟んでもいいですか。はい、はい、一旦ここで CM です。では議論の続き参りましょう。お願いします、はい、このね、まあ、今の中ちょっと唐突なんだけど繰り返しますが、はい、小泉さんはだから原発やめろと、で現に今選挙中に小泉さん大丈夫だから言いますけども、今原発はゼロだと、日本はでゼロで火力で、で原発ゼロでもね経済伸びてるじゃないかと、で現にやれてんだからこのままゼロでいけるんじゃないかと盛んに言ってますから、どうですか。あのこの間発表された去年の貿易赤字っていうのはね、史上最大になって11兆円余りでしょ。でまあそのうちこの原発止めたことによる損失っていうのはまあ 3.6 兆円とかってね、政府が言ってるわけですね、うん、1日100億円ですよ、はいね、だから僕はね小泉さんのおっしゃることも、いやそれなりにねそのまあ意味があるというか、彼らの言う通りにその原発なんか嫌だから理屈は抜きにね、うん、やめてほしいという人が日本人の圧倒的多数であればやめてもいいんだけど、うんうん、それはねそういう意思決定をする前にね、1日100億円の、ドブに捨てる価値があるんですねと、ね、まあ、年間3兆円以上、ね、損して GDP のなんか 0.8% ぐらいね、こう毎年毎年ドブに捨て続けるということを承知の上で、ね、国会が原発全部、ね、もう今このまま廃炉してしまうと。ということを決めるんだったら僕はいいと思うんですけど、そこら辺は畑村さんどうですか。いやもう全く同じだと思いますね、うん、今ねこれで動いているじゃないかっていうのは、うん、あまりに議論がガサツだという感じがするんですよ。日本の経済はあの、ね、経済よりもっと前に、はい、本当に止めるつもりで止めたんでもないのに、うん、原発を突如やめにしてしまったら、うん、結局その分電気を使う分を何をやってるかっていうと、電力会社が持っていた、うん、もうこいつは使わないことにしようと思っていた発電所のすべてを使ってようやく動いてるんですよね。ですから本当にもっと違う意思決定をしていればもう今事故が起こってから3年近くになるから、うん、本当は別の発電システムを作るとかね、うん、そういうきちんとした切り替えをやりながら、それで今ちゃんと動いているからいいじゃないかという議論があるならいいけど、ほら止めたって他のやつでやったらうまくいったじゃないかって、これはあの議論がガサすぎるというふうに思います、うん、それで何が起こるかっていうと、無理に無理を重ねているから実態としてはね、いろんな発電所がちゃんと動かなくなった時に切り替えるというのをどんどんやりながら、普通だったらやらないような、僕から見るとどちらかというと軽業に近いようなね、いろんな設備の使い直しをやっているんだというふうに思います、うん、実際はそれがどんなふうになっていくかね。でも東京のはまだなんとかなってるからそれほどに言わないけど、例えば北海道の真冬のね、電力が一番欲しい時に十分なそれができないで、北海道だけはごめん我慢してくれってなことを言わざるを得なくなってることを知らずに、全体としては足りてるからいいじゃないかっていうのは、うん、僕は議論が出す。ただだけどね、現に今真冬ですけど、北海道で停電も節電の、ね、あの元にもないですよ。ほら、うん、すぐだからいいじゃないかっていう、そういう議論でなぜそれでいいんですかって、うん、だからね、本当に発電の余力が100だとすると、うん、例えば北海道だったら97ぐらいのところで、うん、みんながものすごい我慢して、そいつをやってるからなんとかな、うん、我慢もすりゃいいじゃないかと、だからそういううまくいっちゃってることの方にだけ見ようとする人たちの論理に乗っかっていいのかって言ったら、僕はそうは思わない。さらにね、あえて聞きたい、その、3.6 兆円、これは外で出ていくわけですね、資源国へ。うん、3.6 兆円出ていったっていいじゃないかと、現にね、農産物だってずいぶん買ってんだから、うん、同じじゃないかと。いやだからね、そういうふうに国会がちゃんと決めて、ね、原子力原発廃止法っていう法律作って、ね、もう即時全部廃止しましょうというふうに決めるんなら、僕、全然構わないですよ、法治国家ってそういうもんだから、うんうん、いかに非合理的な決定であっても、国会でちゃんと決めて、法律でやったら、ね、僕、全然構わないと思うんだけど、うんね、今、畑本総書記言ったように、今の状態は何にも
ね、もう法律はおろか、政令も省令も閣議決定も何もなしで、たった3ページのメモで決まってるんですよ、今の状態っていうのはね。うん、もともとあの、菅さんがね、突然言い出したっていうだけで。だからね、まあ、あの、これはまた後半に詳しく申し上げますけど、うん、結論として言うと、今の原子力規制委員会は違法な行政指導をやってる。あ、東北地では、一旦ここで前半で、ね、ここで前半終わりましょう、はい。ニュースと天気予報、交通情報を挟みまして、後半になだれ込もうと思います。では、田原さん、後半の議論お願いします。はい。一つはね、はい、今日本の原発に止まっている、これはその菅直人総理大臣がストレステストをするというところに止めた。ところが実はヨーロッパはストレステストをやってんだけど動かしたままなんですよ、はい、で止めちゃったもんだからどう動かすかと。ここで今日本では原子力規制委員会が、この、検査をして OK すれば動かすと、こうなってるんですね。再稼働です。はい、そこで問題だと、はい、池田さんどうぞ。まず第一に、うん、マスコミも含めて圧倒的多数の人が誤解しているのは、原子力規制委員会は再稼働の審査はしてないということですね。これはもう田中委員長も自らおっしゃっていることで、我々はだから運転を認可する立場にはないからもう就任した時におっしゃってるんですね。つまりいや、もともとだから法律上は原子力規制委員会っていうのはこの原子力発電所が安全かどうかということを審査する 権限はあるんだけど、動かすかどうかというのはまた別途、要するにまあ経済産業省というかね、その定期検査っていうのがあって、でまあ今田原さんおっしゃったように3年前にその定期検査が終わってる原発の運転をなぜかこう見合わせたままずっと来てるっていうだけなんです。菅さんがそう言ったか、菅首相がね、今でもだから別にね、スイッチ入れたら動かせるわけですよ。うん、別に全然その法的に問題ないわけです ね。だからそれは別にこう普通に動かせるんだけど、うん、実はね、最近僕ようやく分かってきたのは、原子力規制委員会が動かすなという行政指導をしてるんですね。本当に、ね、僕はもうって信じられなかったんだけど、法的根拠ないんですよ。法律では別にもうスイッチ入れたら動かせるんだけど、規制委員会が全ての電力会社に対して安全審査が終わるまで運転するなという指導をしてるんですよ。だけどそれは安倍さんをはじめ、はい、あるいは茂木さん、はい、経産大臣なんかは、つまり規制委員会の、検査が終わるまでは再稼働できないと、はいはい、規制委員会がその権限を持っているというような言い方をしてる、そうそうそうというふうにね、みんな思ってるんだけど、うん、そんな権限ないんです。法律のどこを読んでも、それは田中さんがおっしゃってるように、自分でおっしゃってるように、大井のほら再稼働の時に揉めたじゃないですか、はい、あの時に政府がね、うん、なんかその規制委員会がやるんだとか言って、うん、田中さんが、いや私は知らないとね、我々は安全かどうかをチェックするだけで、そういう安全だという文書を出すだけで、最終的にはね、その内閣が判断することだというふうに言って、それは内閣の方も、あ、そうだねということで、それはもう分かってるわけですよ。ね。つまり、原子力規制委員会には運転をその止める権限もさせる権限もなくて、彼らは安全かどうかっていうのを審査する権限しかないのですが、じゃあなんでね、その審査は終わるまで動かさないというふうになってるのかっていうと、僕はね、最初はみんながビビって誤解してるんだと思ってたわけですよ。で、例えば安念淳二さんとかね、専門家も、法律的に見ると、動かしちゃいけないという根拠は全くないわけだから、その動かしてないのはおかしいよというふうに、まあずっと前からおっしゃってるわけですけど、まあ圧倒的多数の法律家はみんなそうおっしゃってる。僕もそう思ってた。とは違うんですね。電力会社の人に聞いてみると、要するに、はっきりと規制委員会が、安全審査が終わるまで動かすなって言ってるんですよ。で、うん、なんでですかって聞いたら、はあ、もうそれでびっくりしたのね。設置許可の審査を、ね、設置、つまり発電所の設置許可の審査をやり直してるんですよ。うんうん、で、設置許可ってつまり、これから原子力発電所をね、どこかに建てますよと。ね。で、地元の了解を得たから、ね、工事しますよと。まさに、あれでしょ、その地下に何があるかってやつ。いや、だからね、その、活断層、これから、そうそう、つまりこれから、新たに作るっていう、ね。いや、もっと言えば、はい、活断層があるにもかかわらず、すで、はい、に原子力発電所ができてるとこは、はいはい、やめさせる。その問題。だからね、つまり、活断層があるとこに原発建てるかという問題は、うん、最初から分かってたらね、みんなわざわざ危ないに建てないんじゃないですか。今一番問題は敦賀なんですよね。敦賀原発が、活断層があると、はい。だからダメだと、原子力規制委員会は言ってる。はい。
あれがだから全国の原発で起きてるわけですよ、うんね、つまり東の夢もダメだと、もう全部だから発電所なんか探したら全部あるわけですよ、うん、もう限界以外は全部あるとか言ってましたね、うん、電力会社の人、要するにね、何が起こってるかというと、うん、例えば電力会社が全くさら地からね、どっかに原発建てようというときに、こうね、こう地層をチェックして、こう活断層がありますねと。あ、じゃあここやめときましょうというのはね、当たり前ですよね。はい、それはつまり、あの、規制委員会がここに活断層あるから、設置は許可しないよと。ね。あるでしょ、それは。はい、ところが、今ね、すでに立ってる発電所でそれやってるんですよ。わかりますか、はい、つまり、例えばこの文化放送の建物が一定の耐震基準を満たしているとしますね。ところが、あの、建築基準法が改正されて、耐震基準が厳しくなりました。はい、ね。そうすると、この建物ね、ちょっともう一遍ね、建築確認出してくださいと。そうするとね、調べてみると、この建物は、新しい建築基準法の耐震基準を満たしてないから、うん、皆さん退去してね、このビル取り壊してくださいと。いう話をしてるんですよ。ちょっとだけ、今のその、池田さんの話は、畑村さんどうですか？今のはね、また僕は違う風に聞いていてね、既存不適格の問題っていうものすごく大きなね、既存不適格ってどういうことですか？既存不適格、すでにあるものが、うん、後から基準が変わった時にどういう風に取り扱うかというんで、それで取り扱う時に新たな規則ができたら、うん、昔作ったものも、うん、その新しい基準に合わないものは使っちゃいけないとか取り壊せとかもっと直せとかいう、そういうことを言うんですか、うん、それとも既存不適格って言ってるものはすでに作っちゃったものにはもう何も言わないということをやってそのまま使っていいというのをやるんですかっていうのが起こるわけね、うん、今です前者ですね、今の2つで言えば前者、それが一番典型的に起こっているのが建築物なんですよ、うん、だからそうするとね、今いろんなところで起こって建物が崩れるとか崩れないとかいうのになるけれど、うん、何かのいろんな知見が増えてくるとやっぱりこれは危ないからダメだというのに気がついて規則を変えたら、うん、古いものは全然そのまま変わんないんでいいんだよねっていうと、うん、ほとんど古いものは手つかずのまま危なさが残るんですよ、うん、だけどもそうでなしにね、やっぱりそいつは直さなきゃいけないんだ、うんってやったとすると、日本の法律の体系は、既存不適格と言っているものについては手をつけないというのが、もう言ってみれば法律の一番の基本の考えでやってきているんです。うん、あ、そうなんですか？そうです。そうすると、そこでものすごい大きな問題が起こるのは、分かっているのに直さないでもいいのかっていう問題が後ろに残ってるんですよ。ですから建物についてみると、次に大きな地震が来たら崩れちゃうという問題と、うんうん、それからエレベーターとかエスカレーターとか、ああいう中に使っている装置類がね、今の時代で見ればもういろんな事故を経験して、当然に変えてなきゃいけないとみんなが考えているのに、古いままで動いているっていうのがあるんですよ。そうするとそれを許すのか。エレベーターで一時問題になりましたね。はい、エレベーター事故が起きて、そのね、その、ね、事故が起きたエレベーターと同じ形のエレベーターがあちこちで使われていると。はい。だからそういうことですね。うん、だからそれまでひっくるめて、うん、そうだったら新しい知見が出てきたら、新しい規則に、みんながそいつに、そいつを満たすような風にしなきゃいけないのかっていうときに、日本はバサッとやって、古いもんは手をつけないというので今のところ動いてるんですよ。もう今までは。今までは。手をつけない。そう。だけどもみんなの意識で見ると、それじゃ不十分じゃないかというふうに思うようになったから、既存不適格の放置がいけないというふうに多くの人が思うようになってるんですよ。そうすると今の原子力みたいなものは。その一番の活断層になるわけね。っていうか、それもうちょっと一般的な問題なんですね。原子力の場合はそのバックフィットって言いますよね。バックフィットって言うんですよ。今の既存不適格って難しいけど、バックフィットっていうのはまあ、要するに、今、新しくできた法律に、うん、その昔できたものを合わせるべきかどうかという、ね、うんうんでまあ、今おっしゃったように、その日本は基本的にもうダメなんです、それやらないんですけど、うん、原子力は逆に全部やることにしちゃった。だから、要するに原子力規制委員会はそれやろうとしてるわけだ。だから、いや、誰も知らないうちにやることになっちゃったんです。そこがすごい不思議なんですよ。で、僕ね、もうまさかとみんな思うわけ。で、いや、僕もだから、だけどね、逆に言うと、そのね、やっぱり本当に活断層があれば危ないじゃないですか。危ないからやめた方がいい。危ないからやめた方がいい。そうか、その議論も随分おかしいんですよ。いや、もう極めておかしいですよ。どうおかしい。法律の上でね、活断層の上に立てないと書いてあるから、活断層はいけないという論理しか今ないんですよ。そういう法律もないんですよ。いや、あるのかどうか。あれはね、耐震指針の中に、そういうことを想定してないって書いてある。じゃあまあ、それでもいいや。それでね、結局ね、そうすると、
どのくらいそいつが起こりそうなことか、起こりそうでないことかという方をまず考えるのが第一です。だけどその次、それでも起こったとして、きちんと起こるだけの対応ができるという準備がしてあるかっていうふうに話を持っていかなきゃいけないのに、活断層があるっていうと、危ないからなくしてよって、それのどこがおかしいのよって、今言った通りのことをみんなが言うんですよ。それはものを考えないで言ってるんですよ。僕から見るとすごくそう見える。だけど、いや、あのね、理屈はわかるけど、いや、僕はしようとか言うとね、でもやっぱり活断層があれば危ないから、そういうふうに言ったら、どこまでの範囲の何を考えるんですかってなって、炉の下のとこ通ってるやつだけはダメっていうのか、脇通ってるのダメなのかって、範囲がいろんなふうになるんですよ、そうするとね、今はとにかく敷地の中に活断層があるって言ったら、とにかくダメって、でもダメで、本当にそういうふうにやることが本当に必要なことなんですかと、もっと全然違うの見たら、ここのね、今ある原発のに本当に起こっても、それが一番ひどいメルトダウンになるようなことがないようにする対応というのを考えることができるんですか、そして仮にそれが考えてやることができたら、その準備をしたらいいんですかっていう問題がもう一つあるんですよ。そういうことを考えずに、ほら、活断層がある、危ない、やめてくれっていう話になっちゃうところっていうのは、すごくおかしい。今まさにそういう話になってるんだ。あのね、はい、ちょっとまず問題整理すると、まずね、今起こってることは、もともと建てた時には、その活断層というのは別にね、その違法性も何もなかったのに、その去年できた新しい法律で、いけませんってなってるから、30年前も20年前も全部ね、違法だよ。去年できたんですか、法律は。去年のあの、あなんて言ったら、新しい原子力、規制委員会設置法とかね、新しい原子力等規制法っていうのは、おととしですかね。まあまあ、今がおととしだ、いや、去年ですよね、確か。ちょっと、ま、去年かおととしか。2012年、13年。どっちかだと思う。まあ、でも、委員会発足したのは、12年。あ、じゃあ、その時に設置法もできてる。だから、おととしですね。だから、そのおととしに、新しい法律ができた時に、今の耐震基準とかね、いろんなもの厳しくなったわけですよ。ね。それ、だから、これから新たに原発を建てる時はね、それもちろん提供されるわけですけど、じゃあそれをね、10年前、20年前の建物に提供するのかというのは、今、畑本さんおっしゃったように、むしろ日本の法律では今までそこでやってなかったんです、ね、全くやってなかったんですよ、なんで原発だけ急にやることになっちゃったの？大体ね、事後法ってやつがあって、法律ができてから、あとはその法律に従う、その前のやつは従わない。はい、だからほら、よく言われる東京裁判とかね、後から法律作って、ね、こいつは殺せとか、そんなことやってたら、ね、もう我々いつ殺せるか分かんないじゃないですか、ね、だからそれはもう憲法に書いてある、憲法第39条で、ね、その法律作る前のことについては、その罰しかならないって書いてある。あえて反論すると、だけど本当に活断層の真上に立っててね、やっぱ危ないものは、やっぱり作らない方がいいじゃない、作らないで動かさない方がいいじゃないですか。ちょっと待って、じゃあ、今の話はいいですか。じゃあ、今の話は、もう、理屈としては、事後法って言うと分かってる。事後法はダメだということは分かった、ね。いや、ダメだけど、危ないのは、そうそう、だからね、じゃあ、実質的にどうか。実質的に、そう。じゃあね、実質的に活断層があったらどうなるかという問題がありますよね。で、実はね、活断層があるかどうかというのは、その、肝心の原子炉がその地震に耐えるかどうかという話と全然別の話なんですよ。わかりますか、つまり、例えばある原子炉がその南ガル の振動に耐えるかどうかっていうのは安全基準ですごい厳しく決まってるけど、どれぐらいの振動に耐えなきゃいけないかっていうのは決まってるわけですよね。だから例えば浜岡なんてものすごく厳しく決まってて、東海地震でね、起きうる最大の地震動に耐えるように原子炉を作ってる。で、耐えないやつはもう古いやつは廃炉にしちゃったわけですね。ところが活断層があるかどうかって全然それと関係ないわけでしょ。わかりますね。何億年前に動いた、ね、地層があるかどうかっていうのはそれはあるかもしれないけど、じゃあそれがね、動いたら、どれぐらい地震で起きるかっていうのは全くわかんないわけですよ。ね。つまり過去、1000年か2000年か起きた最大の地震動に耐えるように、原子炉は作ってあるわけだから、何億年前に動いたものでどうなるかっていうことは全くわからないわけ。ね。じゃあわからないものは全部罰にするんですかって問題なわけですよ。全然法律の規定も何もないの。今の空気はそうなってますね。そこどうですか。いやもう全くその通りですよ。一番大事なことはね、やっぱり事故が起きたことで、国民が原発というもの、電力会社というもの、政府に対するね、すごい不信感を抱いてるわけね。具体的にその不信感の中で、特にその調査を上になったんで、東電は、つまり自己隠しをやってると。
いっぱい隠したと、うん、例えばメルトダウンが起きたのを、うんね、本当はこの 3.11 の翌日起きてるのに、うん、5月までその発表しなかったと、うん、こういうやっぱり東電の自己隠しって相当あったんですか、実際あの調査されて、うんね隠したとか嘘ついたっていうのがあちこち出てくるんですよね。でもそれどういう状態で隠したとか嘘ついたっていうふうになるかっていうと、うん、僕が見ていると、うん、みんなが受け取る方の側が先に自分でイメージを持っていて、そのイメージに合った形のものが、内容のものが出てこないと、まず嘘ついてるってみんなが思うんですよね。自分の方が先にイメージを持っちゃってて、そのイメージ通りのものが出てこないと嘘言ってるって思う。だけどももう一つ大事なのは、自分が思ってる速度でその時点でそのことを言わって、きっちりと言わないと隠しているというふうに見るんですよ、はい、だから東電は隠蔽体質で嘘ついてるっていうふうにみんなが思ってるけれど、うんうん、僕は全然違うんで、あ違うじゃん、ええはい、だからそうだったら東電は本当に嘘言ってるのか、うん、それとも嘘を言っているんじゃなくてみんなが嘘だと思っているのかって言ったら、うん、確かにここが確かめられていないことだったら、うん、そいつを発表しないというふうに考えていたら、うん、確かめれるまでものが言えないんですよね、うん、だからみんなが確かなことしか東電は言ってはいけないんだ、例えばこういう可能性があります、ああいう可能性がありますというふうに東電が言っていいと許されていたら、さもなきゃ可能性についてそれぞれの時に考えられることをその時刻ごとに東京電力は言わなければいけないし、うん、言うべきだという文化があったら、うん、東京電力は言わざるを得なかったんですよね、うん、メルトダウン。そうだとすればこの時にメルトダウンの可能性がありますというのを、もしもそういう文化があったり規制があったり基準があったりすれば、うん、ところがそうでなくて日本中が正確なこと以外を言えば嘘をついてるとかデタラメ言ってるとかね、うん、調子のいいこと言ってるっていうふうに考える、そういう場でもしかするとこういうことそこでね、そのことで、いや大事なことちょうどあの、事故が起きた時の、官房長官、枝野幸男さん、で実は結果的に見ると 3.11 の翌日メルトダウンが起きてるんですね、ところが発表したのは5月になってから、で枝野氏になんで言わないんだと聞いたらね、うん、やっぱり正確なことしか言っちゃいけないと、もちろんそうだと思いますよだからで噂はあっても噂をね、例えばメールダウンしてるかもしれないなんて言ったらね、余計な危機感を撒き散らすことになるんじゃないかと、うん、そうですだからそれを危機感を撒き散らすからけしからんというふうに日本中が考えているところで、こうかもしれないということが言えるかどうか、それから言うのが適当かって言ったら僕は適当だと思わない。なるほど。だからそういうね、受け取る方の人たちがそういう状態になっている場所で何を言わなきゃいけないか言うべきかっていうのは別の問題ですよ、うん、だからそれを東電は嘘つきだ、それから隠している、そういう体質だって、僕はそういう体質だと言って、それでなんか東電をそういうふうにどちらかというと断罪するというかね、うん、判断してしまってそれで満足してしまうあなた自身の考え方の中におかしさがあるんじゃないんですかって僕はすごく思うんですよ。だからそういうことばっかり言ってんだよねもう一つ起きたい、スピーディーってやつありますね、でスピーディーがあれ何億も金かけてやりながら結局使われなかったと、それでなんかむしろねスピーディー使えばどっちへ逃げればいいか分かんのに使わないから危険な方向に逃げちゃったと言われてますね、この点はどうですか。もう全くその通りですよ。なんで使わなかったんですか。一番簡単ですよ、あれ二十何機あってね、そのうちの最後の一機しか残ってないってやるから、あとは放射能がそこのところにどのくらい降ってきているかのデータがないんですよ。ところがスピーディーはきちんとした風が吹いているとこういう方向に飛ぶぞというマップは持ってるんですよ、はい、でそこにここから放射能がこれだけ出たらどう飛ぶぞというデータを入れると、うん、それぞれの地域のそれぞれの場所に今から何分後かにこのくらいの放射能が来るぞというのが言えるシステムがスピーディーだったんですよ、うん、ところがこいつの地震とそれから津波で放射能の方を測る方のモニタリングポストのデータは27機かなんかのうち1機だけ残して全部取れなくなったんですよ。あ、取れなくなったね。だからそいつが使えなくなった。意味ないんですよ、あのデータは。シミュレーションしてるだけなんですよ、ね、風がこっちに吹いてきたらどうなるかっていう、それはもっと違う。シミュレーションにものすごく意味があったんですよ、あ、そうなんですか。そうなの、そうに決まって。だから
放射能がいくら飛んでくるかではなくて、こちらに放射能が来るぞというのはもうすべてもともと地形と風速があれば全部できているから、もう計算が済んでいて、そのデータは全部持ってたんですよ。そこに放射能が地形と風向きを見ていれば、もうそれが全部言えるんですよ。で、それがくるくる変わってんだけどね。その時にここで放射能が出たらこうなりますよというのの、ここのデータがなかったから、そこで何やったかっていうと、モニタリングポストの、じゃない、あの、スピーディーのそれをやってる人たちは、ちゃんとしたシステムが動いていないから、こいつは発表してはいけないんだというふうに考えるんですよ。ほら、さっきのまた隠していた嘘だったっていうのと、まるで同じでしょ。正確なもの以外を出してはいけないと考える人たちで、みんなで運営していたんですよ。そうすると正確でないから出せないのね。ところが、それでは、スピーディーの目標は何だったのか。放射能がいくらだなんてはあってもなくてもいいから、風向きがこうだとこっちに来るという、うん、それをあなたもともと持ってたんでしょうと、うん、それを言ってくれればそっちには逃げなかったのにというふうに考えるんですよ。ですからね、みんなで嘘ついてる隠してるって方で固まって、うん、それでなんか自分はもっとも風で分かってるような気になるのをやめて、うん、事実がどうだったかっていうところに入り込まないといけないんですよ。今のスピーディーのは絶対に僕が言ってるような説明以外は嘘なんだよ、もう。そうなのにみんなでね、自分の頭の中に嘘をこねくり回して作っちゃっといて、それで自分は正しく知ってるっていうんで批判をする。それは僕はすごくおかしいと思う。そろそろね、時間も迫ってきたと思うんで、ね、池田さんね、我々は、原発とどう付き合えばいいんですかね。あのね、この問題は、まあ、僕、朝まで生テレビにね、何度も出していただいた時に、いつも田原さんに申し上げてるのは、はい、原発どうするかって考えちゃいけないっていうことをね、原発あった方がいいか、ない方がいいかって、ね、考えたら、それはない方がいいに決まってるわけですよ。なくて済むんなら。うん、ね、問題は、原発どうするかじゃなくて、さっき畑村さんおっしゃった日本のエネルギー全体ね、それもこれから20年、30年を見た場合に、原発なしで、はっきり言えばそれはもう石炭火力増やすってことですよ。ね、うん、原発減らして、石炭火力をどんどん焚いて、で、まあ。でも石炭火力焚けば、CO2、はい、環境問題大変になる。そういうこと、いやだから、そういうことを全部ね、向こう20年、30年のいろんな弊害も含めて、うん、あるいはコストも考えて、ね、国民がちゃんと納得して、原発ゼロにするっていうならね、僕は全然それは民主主義の社会だから構わないと思うけど、今は何が起こってるかというと、全くそういうことなんかお構いなしに、3年前に菅さんが突然止めたっきりずーっとね、要するに、例えばドイツみたいにね、10年以上かかって、みんなで議論して、少しずつ減らしていこうっていうならね、僕はあれ間違ってると思うけど、でもそれなりにね、ちゃんと手続きとしては合理的なことやってるわけです。みんな納得して原発減らしてるでしょ。いや、何にもそういう議論なしに突然シャットダウンしたらもうずっとほったらかしになってるわけ、うん。これはね、全くその、どうすればいいかという将来像を議論する以前の話。ね。さっき申し上げたように、一番単純な問題は、法律どころかもう憲法に違反するような行政指導を原子力規制委員会がやってる恐れが強いわけですよ。うん、これはまあやめさせなきゃいけない。繰り返しますけども、はい、原子力規制委員会が、そのね、原発を止める、あるいは再稼働するという権利はない。ない。それはもう田中委員長が自分でおっしゃってるんだから。権限のないことを、だから運転を止めるとは言ってないんですよ。彼らは安全審査が完了するまで運転するなと。うん、なぜなら、安全審査というのは3点セットでね、そのうち一番大事なのは設置許可なんです。ね、うん。今文化放送の建ってる建物を、最初から建てていいかという許可をね、もっぺん申請しろっていう、全国の電力、原子力について、電力会社はそのね、今のすでに存在している原子炉を建てていいですかっていうね、申請をしてるんですよ。うん、驚くべきことでしょ、うん、その役所の横暴といえば、これほど横暴なことないでしょ。いや、横暴っていうね、横暴とも言えるけど、それをね、実はそうじゃないんだってことを言えない内閣が、そうですね、なんで言えないんですかね、言うと怖いんですか、知りません。なんだろう。っていうかね、あれ、これ知らないんですよ。みんな知らないの、そんなことやってるって。なんか僕もよく経産大臣は分かったでしょ。全然知らない。みんな知らない。あ、そんな権限も知らないし、茂木さんも知らない。原子力規制委員会なんでかというとね、これはその田中さんが田中思案という形でね、うん、去年 の、うん、その法律ができた後、委員会規則ができた後かな、要するにね、こうそのメモみたいなものを、ね、委員会の中で作って、で一応ね、なんかで了承はされたんですよ。
と了承されたんだったらそれが文書としてね、役所の文書とか残ってるはずなんだけど、ネットで検索できないだけじゃなくて文書としてね保存してないんです。ほいでそれをみんなねおかしいなと思いながらこう指導して、電力会社もおかしいなと思いながらした。そろそろね時間が迫ってきたんで、畑村さん、いろいろ時間迫ってきたんで、はい、言いたいこと、はい、どうしても言ってみたいんで、どうぞ。とっても言いたいことがあります、はい、それはね、今日の議論も、世の中でやってる議論もみんなそうなんだけど、うん、その原発を例えば再稼働するかしないか、それから社会の中でどういう位置づけにするかとか、うんうん、そういうことを言いながら、みんなの関心っていうのがほとんど全部福島原発の特に第一のサイトの中で起こっている事柄に限定されているということです。要するにね、あそこの中でどんな風にしてメルトダウンが起こったのか、そしてあそこの中で今日は汚染水の話は出てないけど、はい、汚染水がどうなっているか、うん、そいつの対応がちゃんとできていないんじゃないか、そういうようなことにみんなの関心が集まっているんです。それでこれから先も原子力をやるのにどうするかっていうときに、あのサイトの中で起こることにみんなの注意が全部集まって判断しようとしているように思えんですが、僕は今回の事故を調べたり考えたりしていると、それは全部で考えなきゃいけないことの半分か三分の一しか見ていないことのように思えるんです。それでそれはね、原発というのを考えるときに利便もあるけれど、事故が起こるということをまずきちんと考えなきゃいけない。そうするともう二つのうち、うまくいく方を考えるのもあるけれど、まずくいく方のことも同時に考えてなきゃいけないというふうに思うんです。だけどそのまずくなる方がどんなふうになって現れてくるかっていうと、先ほど田原さんが言われた14万人の人が帰れないでいるという状態ね。で、これは、すごく大事なのは、サイトの中での先ほど言った一人も死んでいないとか、そういう議論が出てくるんだけど、あなたサイトの外側で起こっていることを見て、死ぬ生きるを言っていますかっていうのを言わなきゃいけないんですよ。今ね、多分ね、福島で起こっているのは、多分です。一日二人ずつ死んでます。で、これはね、震災関連死という形で全部がトータルで数えられているだけですが、しかし国が懲役金を払っている人の数だからものすごく厳格にやってるんですよ、本当は。で、それの人数をずっと僕は見ているんです。そうするとね、最初の1年は1日多分全部で見ていても1人ぐらいのペースだったというふうに思います。だけど2年目ぐらいが 1.5 人になってます。それで多分今1日どういう形で亡くなる方なんですか、懲役金払うってのは。ほら、そういう質問が出てくるぐらい分かんない、めちゃくちゃ怒ってる。 それはね、簡単なんですよ。ある時突然お前ここにいちゃいけないからどっかに逃げろと言われて、逃がされて帰っちゃいけないって言われてる。だからそこでそうすると、そんなにみんな帰りたい暴挙の念ですかってな風に東京の人たちってのは考えない。そうじゃない、あなた今までそれで生きていたのに全部の生きている場所から引き剥がされて、家族は大体3つぐらいに分かれちゃう。さらに自分の職もなくなる。それから地域の関係も全部なくなる。それで生きているということだけやってるからいいじゃないかという、そういう扱いなんですよ。なるほど。だからこれはね、避難民という格好でくくっているけれど、生活が完全に全部破壊されちゃった人を、今16万人で始まっていて、多分14万ぐらいだと思うけど、だからそのくらいのことのついて、きちんと考えていますかと。それで、それがあなた自身にも本当は降りかかる問題として、今あそこの人たちに起こっているんだよっていうのを見たら、原発の発電所の区域の中で起こっていることを考えるの以上に、そこから引き剥がされちゃった人っていうのを考えなきゃいけないんですよ。で、これを一番ね、そこで障害になっているのは何かっていうと、汚染した放射性物質の処理の問題なんですよ。で、それは全部1ミリシーベルト以下にするのをやりますと宣言して、それをやっているから、そんなものを実現不能な部分がものすごく多くて、結局帰れない上に、1ミリシーベルトという基準はもう絶対の基準だとみんなが思ってるんですよ。だからそういう状態を作り出していて、本当の危なさというのを、みんなが自分の問題だと思って考えるのをやっていない、そういう状態ですよと。だから再稼働の問題云々なんかやる前に、本当に避難と除染の問題をもっときちんと考えなきゃいけないっていうのが僕は一番言いたいことです。
今の点については僕も同じですね。とにかく一番ね、緊急にやらなきゃいけないのは、その14万人か6万人か知りませんけど、その逃げた、避難しろと言われたまま、まだ帰れない人々がね、そんなにたくさんいて、そういう人たちがね、もう家がないままにこう亡くなってると。つまりね、そのいわゆる二次災害ですよね。その事故そのもので死んだ人いないのに、まあ、おそらく今後も出てこないのに、その二次災害で14万人だか5年、6万人だか、そういうね、もう3年近く、そういうほったらかしになってると。で、これは実はそのチェルノブイリの時と同じ状態なんですね。チェルノブイリも直接の放射能で亡くなった方は、まあ大体60人ぐらいって言われてるわけだけど、あの時に半径30キロぐらい退避させて、それで20万人ぐらいね、こう強制退去しちゃった。そのままもう永遠に帰ってこれないわけですよ。ね、そうするとどうなるかというと、俺は彼らはもう家も職もね、失うわけだから、ね、みんな失業して、まあ当時もうロシアはね、ガタガタになってたから、ロシアってソ連がガタガタになってたから、で、もう何万人も自殺が出てきてね。で、とにかくもう、まあロシアはもともと自殺が多いんだけど、その平均寿命も下がったとかね、いう話が出てきて、その平均寿命が下がって、まあいろんな原因はあるけども、その、要するに事故で一人も死、あ、つまり60人しか死んでないわけだから、平均寿命が下がった人はなんで下がったかっていうと、要するにその、まあ、ストレスで、ロシアもね、アルコールすごい飲んだりするじゃないですか。平均寿命はね、50歳代になるでしょ。だから、要するに、その、事故の被害よりも、その二次災害の方がはるかに大きかったんですね。これは、ロシアのその事故調の人が、後からね、そういう報告書を出すときに、一番強く日本に対して警告したのは、とにかく、過剰避難させないようにしろと、ね。ほら、だからもう、そういうこと言うと、なんかね、原子力村の味方かとか言われるからね、もうみんな言わないんだけど、今ね、起きてる問題は、とにかくその14万人の人々が家帰れないという問題なわけですよ。ね、それはもっと元をたどれば、その例の1ミリシーベルトとかね、変な基準を変えようとしない、なんで変えないかっていうと、それちょっとね、20ミリシーベルトにしようって言ったら、また原子力村の悪いやつだって言われちゃうから、もうみんな政治家が怖がって全く手につけない。じゃあそうしたらどうなる、例えば福島みずほさんなんでね、ただサラさんのほら番組で僕福島に言ったけど、1ミリシーベルトってやってる限り14万人は家帰れませんよって、あなたそれでいいのかって言ったらね、福島さん黙っちゃうわけ。俺、はっきり言ってね、その被害者のこと考えてないわけね。自分たちはテレビでいい格好したいだけなわけよ。福島さんはどうでもいいだよ。問題は、今の政府が1ミリシーベルト変えないんで。政府もだから福島みずほと同じなんですよ。怖いんですよ。何が怖いんだろう。みんなにこう非難されるのが。いや、だから、要するに最初から大テーマだけど、事故が起きた。そのために、原子力自身もそうだし、東電、電力会社、政府、みんな国民の大不信感を招いて、で、それが怖いから、何も言えなくなってる。はい、どうしよう。そうですね。だから、ね、一番大きな問題は、やっぱりその信頼関係が崩壊しちゃったってことですね。崩壊しちゃった。どうしようのか。多分ね、考え方を基本のところから変える努力を始める以外ないと思うんですよ。どういうふうに変える。で、それはね、僕は、もう自分でもやっているんだけど、汚染土をね、みんなで集めて、どっか袋に入れて、積み上げて、どっかやろうっていうね、汚染の土を集めて、運んで、積み上げるっていう3つをやってるんですよ。だけど僕はもうそういうのは無理だと思うから、初めから運ばない、袋に入れない、それから積み上げない。で、こういうことをやるのが必要だというふうに思ってます。何もしないってこと？違う、何もしないんじゃなくて。穴掘って埋める。穴掘って埋めて、フレッシュなやつでそいつを覆うと、そこからは放射能が全く出てこない。水でも流れても来ない。実は放射能はみんな水に溶けると勝手にみんなが思ってるんです。全く溶けないね。だから出てきたやつはもう溶け出してくることがないのが分かっていたら、今やっている除染っていうのとは根本的に違うことを初めからやってなきゃいけないですよ。今の除染は、まさにね、集めて、袋に詰めて、積んどいて、そのうちに七葉と双葉と大熊へ運ぶと。そう、だからそういう考えは、僕は、実現がものすごく難しい上に、無駄な時間がやる上に、実態をね、もっとみんな見てくればいいんです。例えば仮置き場を作ろうと思ってもうまくいかない。そうするとその前に仮置き場を作ろうとする。そうするとその仮置き場のやる場所がないから、一番肥沃でちゃんと動くような田んぼのところに、そいつを持ってって積み上げるというようなことをやらざるを得ないからやってんですよ。だからね、みんないろんなこと言う前に、いいからあそこに行って何やってるか自分で見てこいよって感じが僕はすごくします。自分じゃ出かけて行って、そういうのをやるのと一緒に、その場でね、
その場処理の深穴埋めっていうのの実験をやってるんですよ、うん、飯舘村でもう自分でやってるんだけど、それはだからお国の世話にもなんない、誰の世話にもなんないで、地元の人とおいどう見てもおかしいからおいやってみようよっていうんで、うん、そういう実験をやってるんだ。なるほど。だから僕はね、そういう人が日本の中にたくさん出てきて、もう誰が悪いとかおかしいとか言うのやめて、俺のできることは少しでもいいからこういうのをやろうっていうふうにやる以外、もうこの不信感を払拭していく方法はないんじゃないかと思います。あのね、僕は今の問題に関連して言うと、もう一つね、そのチェルノブイリから得られる教訓があって、あの事故が起こった時、田原さんも僕もまだテレビの現役の仕事をしてましたよね、はい、で僕もね、あのチェルノブイリ行ったことないんだけど、まあ、あの時いっぱい番組作ったわけですよ。大変なことだとね、原子力これでいいのかと。でその時にね、まあ、僕が取材した時、まあ、僕はその時は反原発だったんだけど、だから危ない危ないってね、番組作ったんだけど、その時に自分がNHK でそういう番組作ったことを今ちょっと改めてこう反省してみるとですね、やっぱあの事故が起こった時はね、全ヨーロッパにね、その放射能の放射性廃棄物が大量に降り注いで、もう何十万人死ぬってみんな思ってたわけですよ。だからあのドイツのね、あの意思決定もそれが前提になってるわけです、ね。ところがその25年経ってみて、国連科学委員会とか、まあ含めていろんなところ、ね、こう調べてみたんだけど、もう直接ね、事故の直後にその原子炉入って火消したとかやった人がいて、それはまあ、まあ、10人ぐらい、それが50人ぐらい。100人以上ですよ。いや、だから死んだ人は50人ぐらいですね。うん、それから、あと、ヨウ素のね、放射性ヨウ素の入ったミルクを飲んだ子供が、10人ぐらい死んだのかな。うん、まあ、だから、トータルで60人ぐらい死んだことを確認されてるんですね。うんうん、ところが、その、さっき言ったその放射性廃棄物が降り注いで、他のところで死亡率がね、がん死亡率が上がったはずだというふうに調べてみると、全然上がってないんですよ、うんね。なぜかというと、要するに、当初想定されてたほど、つまりそういう微量のね、その低線量被曝といいますけど、そういう放射能の、その、なんていうかな、害は、それほどね、みんなが思ってたほど大きくなかったということがだんだん分かってきた。なるほど。例えばね、日本の身近な例で言うと、あの第五福竜丸の事件ってあるじゃないですか。あれでその久保山愛吉さんがね、はい、亡くなったってものすごく世界的な大ニュースになったでしょ、うん、あれももう今では分かってるんだけど、あれは放射能で死んだんじゃないですね。あれ要するに肝炎で、肝炎です、ね、その輸血の時の、うん、その血液のその肝炎ウイルスかなんかで肝炎で死んだんですよ、うん、だから放射能で死んだんじゃないんですよ。だからその久保山さんの事件がもっと大きくて、要するにその、ね、放射能ってのはもう人が死ぬというイメージがみんなあるんだけど、それは確かにね、チェルノブイリみたいにその中入って火消したりすると死ぬんだけど、その死の灰、いわゆる、ね、死の灰を降り注いで死んだという例は第五福竜丸含めてないんですよ。未だに一例も見つかってないんですよ、ね、だこれはね、誰もまだね、言い出せない話なのね。科学者は大体そんなもんだろうと思ってるんだけど、でも例えば、兄弟の小出さんなんてそこを探に行っていい、だから別に放射能の専門家じゃないからね。いや、放射能専門家じゃない、いや、これ原子炉の専門家。いやだけど、うん、放射能の話ばっかりしますよ。そうそう、だから僕小出さんと議論したんだもん。でだからね、あなたじゃあ1ミリシーベルトで死ぬっていう証拠があるんですかって、ないんですよ。証拠ないのになんで言ってんですか、科学者でしょって。いや、それは危ない、つまり分かんないけど一番危ないケースを想定するんだっていう、さっきのほらマクシミンですよね。いやだからそれはいいですよと、ね、それはそう、危ないところ、それこそ今東京に地震が来たらどうなるかっていうのを想定して、みんな東京から、ね、出なさいっていうのを政府が命令してもいいわけですね、論理的には。つまりどこまでリスクを想定するかって常識の範囲があるわけですよ。さあ、そうそう、もうお時間がね、はい、迫っているということで、もうみんな誰に止まっていたい、はい、ということで進めさせていただいてもいいでしょうかね、はいはい、ゲストの皆さんとここでお別れでございます。どうも、畑村陽太郎さんと池田信夫さんでした、はい、今夜本当にどうもありがとうございました、はい。